ラペチーノ。うわぁ、小柳郎入ってきた。小柳郎入ってきた。はじめましてじゃない？おお、そうだね。直で絡む、直でというかこう表で絡むのはないな。こんばんは。何舐めた挨拶してんだこいつ。おい、ちょっと先輩の舐めた挨拶はちょっと強いって。挨拶バトル、挨拶バトル。私は腹から声出せ。古代の残骸を。野柳こう。先輩エリトラもらえないですか。言ってきただろ。いや、あいつエリトラ欲しいって言って先輩に言ったの。俺に来たメッセージなんか。あいつ肝座ってんな、おい。いや、でも、ロー君は結構仲良くしてたから、浮いてんの。まあまあ、そうね。エルトラ感謝す。ありがとう、いいよちょろー。ちょろいな、こいつ。いいのか、お前、そんな緩い感じで。舐められるぞ。いいよマジでちょろすぎる。ああ、いい子だね。いい子だね。こいつ、いい後輩やってんな、おい。いい後輩やってるわ。あら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 。ネザライトもあげようね。めちゃめちゃあげるじゃん。いい子だね。どんだけあげりゃ気が済むのよ。ロー君は最近何してんの、あの子は。え、呼吸じゃない。ああ、それはね、全員してる。あ、え、二次三次ライブはみんなで一応してる。サラさん、星川さん、ソリソリだと軽いなこいつ、軽いなブロック。あー残念だ。あー、一つのミスで失うんだね。そう、人間関係で難しい。難しいな。どうやって歌うの。そこ、え、古代の残骸これ放置しても大丈夫ですか。お、言ってやるか。ダメって言ったらどうするって。うーん、名前間違えられたしな。サラさん、いいのかい。うん、仮にもあの男を暗殺家業の人間だよ。いいの。いや、やつはあれ、管轄が違うから。あ、そうそう、うん、ゆるいな。そんな、あんまり、そんな感じで、あんまり触れすぎるとそれはそれであれか。波を立てたくない。敵は作らないのが一番いいです。敵がいないことを無敵と言うんですから。今度遊びましょう。急に遊びの誘いをしてきた。嬉しいな。すごいな、後輩してんなこいつ。なんかすっごいなんかキュルンってしてない。なんかうちらもバルツさんからこう見えてんのかな。うん、うん、そういうとこあるよね。遊びましょうね。後輩好きだよな君な。私めっちゃ好きだよ。うん、なんか本当にね、根がやっぱね、おせっかい焼きだから、後輩が困ってるとことかあったら、助けれる範囲であったらやっぱ助けたいなと思っちゃう。やっぱね、そう、困ってる人がいたら。すごい。急に振ってくるやん。手厚いぞ、フォローが。おい、できた後輩だな。フォロー君はね、VTA の頃にダンスとかをよく、ダンスもそうだったし、なんか歌のレッスンもさ、ボーカルレッスンもあったじゃない。うん、そうだね。あれの時もなんかね、パフォーマンス、こうした方がよく見えるよみたいな話はすごくいっぱいしたんだよな。まさかあんな正体とは知らずに手を貸し続けてしまった。面白いところだよね。お互い蘇生を隠してるからさ。でもロー君はなんかちょっとね、うん、物騒な匂いはしてたんだよね。そうなんだ。なんかさ、結構なんだろう、うん、動くの苦手っていう人が結構多いじゃないですか。まあこの職業柄というか、今日、まあね、界隈柄、うん、だけどね、彼はね、バチバチの戦闘系だったんですよね。あ、最初から元々結構最初から身のこなしよかった。だからこの人強いんだなって思ってたんだけど。あ、本当に強かったわ。しかもなんかあれだしな、相手にしてるの人間じゃねえしな。よし、いいって言う。えって言ってんだけど、小柳郎にネザライトあげた。あ、ネザライトあげに行ったの。うん、お前すごいな。
おい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 、ていていか。え？おい。いやいやいや、急にていていするじゃん。いやいやいや、さすがにね、ちょっとカッコつけとかなきゃ。あの直接会うとさ、ロウ君とか特にさ、割とタメ語食べて喋ったりするんだけど、うん、なんかディスコとかでさ喋るとき、なんかすごい敬語になっちゃうんだよな。あ、ほんと？いや、あなたが？うん、うん、あ、ほんと？意外だな。ロヤナギコおもろいな。あいつはね、もう舐めてる。俺ロウ君のこと結構好きよ。いや、別に私も嫌いじゃないよ。なかなかこう、いい性格してるなと思う。てか俺、ロウ君とショウ君ぐらいしか喋れなかったしな、全然。ああ。そうね、私は結構いろんなこと話してたけど。うん、ロウ君って何歳？わかんない。ノリで喋ってるけど、全然、どうしよう、私より年上だったら。年上じゃない？え、マジ？うん。あら、終わったか。100歳超えてんじゃん。じゃあなんかもう年上とかそういう概念の範疇超えてるな。ルベなんか記憶なくしてるらしいからな。あ、そうか。悲しい、うん、何歳か知らないの。いや違う、あのなんか奥とからしいよ。奥星ルベくん、うん、奥なの、うん、マジで星ルベ賞奥なの。あ、若々しいのにな。そうなの、うん、奥なんだ。聞いて笑っちゃった。奥だね。なんか年上っぽいなとはずっと思ってたけど、そんな上だと思わなかった。